と懸垂全開トレンディ1ヶ月最終日来ました。ここまであと何回ですか？80回です。お、結構残ってる。はい、微妙な数字。微妙な数字が出ます。ただ1回、はい、100回やったことはありますんで。おお、はい、じゃあいけるっすね。頑張りたいと思います。はい、まあ、これ80回やってちょっと脱いでもらってどんだけ変わったかっていうね、はい、検証なんで、そう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 、最後の引き締めを行いましょう。お願いします。はい、よーし、1、2、早い、3、9、10、すごい。これ最初と比べて早いな。成長してるね、瞬発力上がってるというか、スッていくな。意外とね、やっぱ早いなるもんなんですよ。やっぱいいね、1000回もやったもんな。いや、腹筋がどんだけ変わってるんか楽しみやな。ねえ、背中はね、一回この前見たらゴツなってたから、はい、背中の筋肉がね、見てください、この広背筋。4、5、10、ナイス背中です。ハイペースでやるけど早いなと思った。行こう、え、行こう、無理です、体脂肪追い込もう。オッケー。いや、マジで最初5回刻みでやったの考えると倍のペースで進みますね。ふぅ5、6、7、8、何回、9、ラスト来るぞ。オーケー、旋回、地獄の旋回終わりました。はい、ということで1ヶ月懸垂1000回やり終えました。ポッコリお腹、ちょっとポッコリしてたんですよね僕、はいはい、それがどこまでへっこむのかっていうところです、うん、食事制限なしでただただ懸垂するだけ。はい、じゃあ皆さん、いよいよ、披露したいと思います。はい、行きます。こんな感じでございます。ちょっとでも腹筋が力入れてる。力入れますよ、はい、力入れますよ、はい、いいね、いいかも。皆さんどうですか、ちょっとコメント欲しいですね。ちょっと見えてきた。体重とかどうなんですか、体重計とか乗った感じ。体重1キロ増えます。あ、1増えた、はい、なんか引き締まった感ある。ちょっとでもちょっとマシなった気がする。ここは確実に筋肉ついた、うん、ここはでもどうやら、やっぱり食事抜いてないから。ああ、あんま自分的には変わってないや。ちょっと変わった感ある。うん、なんか割れ目がちょっと出た気するな。まあ、力入れればって。うん、ちょ、後ろもバックポーズと取れて、あ、いいね、この結構ゴツなったな、後ろは。後ろマジで自分でも感じるんで。感じる。お、全然違う、まあ、やりまくったから硬くもなったけど、うんうん、ストレッチ途中してやらなきゃね。そう、だから腹筋がめちゃくちゃ変わった、ちょっと変わったけど、めちゃくちゃ変わることはないけど、まあ、ちょっと効果ある感じだったんで、ぜひ皆さんもやってほしいですね。これいいかもしれないです、根気ある人。はい、まあ楽にダイエットしたいやろうけど、これクソ苦しいダイエットやけど、うん、こっから楽かもしれない。ああ、なるほどね、まあ、ベースができるから。これ視聴者さんもこういうのやってほしいとかあったら、ぜひそれにねチャレンジして、次これやってみて、こういうダイエット方法を試してほしいですみたいなあったら教えてください。はい、はい、お願いします。ということで、皆さん1ヶ月懸垂企画いかがだったでしょうか。皆さんよかったらチャンネル登録、いいね、お願いいたします。ありがとうございました。